結構そういうウルコンってさ、決め毒ってわけじゃないからさ、うん、難しいんですよ。難しいよね、使う状況。だ削り角までいけるんだったら使った方がいいんだけど、うん、それで削り角にならなかったら相手を端から逃がしてしまうので、あんまりよろしくない。ダブルウルコン、まあ、俺はなんかありなキャラもいるなって、チュンリー使ってて俺はありだなと思ったから。ああ確かに、うん、あんだけ高性能だとね。チュンリーでも7号でしょ。7号7号60%のキャラでダブルウルコンの方がいいキャラっている？ダルシムとかでなんか見る気がするな。スッて7号じゃない。6号で使ってるキャラ、ワープ多いからやめてたらよかったか。プーンコならワープしそうだよね、うん、プーンコなんかね、よく三角ひねりからワープしてくる、ね、空人から。そうか、なんで今の大パン。通常投げ系とかでさ、前投げ後ろ投げってあるじゃん。で状況とかに、状況とかを見れば、この状況はディレイ取りとくとか、これは絶対ディレイ取っちゃいけないとか、そういうの覚えとくと便利だよね。見ましたか今の。あ、危ない。コンボ怪しかったけど、ちょっと遠かったかさて。これが節対策です。それではトーナメント行きましょうか。ちょっと今のもうちょっと語ってもいいですか。あ、すいません、申し訳ないです。